えっと、妻が拡散ドリンクというマルチの話を気に行るらしいです。やらないとは言ってますが不安です。言っても大丈夫でしょうかえっ、ー、と、犯行とかクレジットカードとか持たせないで言って、で、その、やらないって言ってるのが果たしてどれぐらい信用できるのかっていうのを確認してみてください。そのなんかあの、行かないといかないでなんかその信用されてないみたいになるかもしれないので、まあ、あの、行ってみて大丈夫かどうかっていうので、その相手が大丈夫な人なのかどうかを確認するっていう儀式をやってもいいんじゃないかなと思います。 えー、スウェーズ運河で四国の造船会社の船が座礁した件、えーと、引き受け保険会社が三井住友海上、えー、東京海上日動損保ジャパンだったそうです。あ、マジっすか。えー、なんかあれ、何百億下手したら1000億超えるみたいな話ですよね。えー、エジプトから請求される莫大な賠償金をその保険会社らが負担するということなのでしょうか。それとも海上券というのは荷物のチェーンや発送などへの支払いだけなのでしょうか。運行保障は海外の保険会社に加入していたと思います。あのような大きな事件で、どのあたりまでが会社の支払い範囲となるのか知りたいです。 えっと、もともとその、あの、なんだっけ、あの、台湾の、あの、会社が運行してて、なんだっけ、グリーンなんとかっていう、あの、すげえでかい船なんですけど、一応あの、世界で一番でかいタンカーで、それで日本の会社がその、その船のオーナーなんですよね。で、ただオーナーなんですけど、実際運用してるのは台湾の会社で、で、その座礁した責任というのは、そういえばグリーあの、 要は、オーナーである船会社にあるのか、それとも運航してた台湾の会社にあるのかっていうのが、実はまだ揉めてる最中なんですよね。なので、あの、どっちの責任っていうのがはっきりしてないんですけど、まあ、ただ、一般的には、その、運航してる側がそうだを誤ったんだから、まあ、それで座礁して、で、そのスエズ運河埋めちゃって、で、そこで世界中の流通を遅らせたので、まあ、運航してる側が悪いんじゃないのって言われがちなんですけど、あの、 ま、船のルールっていうのって、割とその、ま、日本でも海事法みたいな、その、普通の陸上での法律と、あの、海の上のルールって違ったりするんですよね。で、なんか、船のルールで行くと、あの、運航した側がその相談間違ったんだから、普通その、まあ、あの、その、あの、パイロットというか、その、あの、船長が悪いんじゃねってなるはずなんですけど、でもオーナーが悪いっていうのが、基本的には判決で出やすいらしいんですよね。 なので、その日本の会社が悪いってなると、結局その、まあ、何千億円になる金額を日本の保険会社が払うことになる可能性はあります。なんかあの、コメントでビールアレルギーなんじゃねって書かれてたんですけど、あの、なんだろうね。<laughs> あの、そんなにビール飲んでるときなら、あの、他の時はならないんですけど、妙になんかあの、鼻が出るんですよね、ね最近。 えっと、ひるゆきさん、こんにちは。25歳以上男性ターゲットに露出度多めで豆知識などの配信で YouTube を始めたのですが、えー、どのように認知度を高めていけばよいでしょうか。自分の動画の URL です。えっ、ー、と、まずあの、名前をおばちゃんとかつけない方がいいですよ。あの、おばちゃんっていうタイトルがついてクリックする女性って、あの、まあ、そういう趣味の方はいるとは思うんですけど、 基本的にその、おばちゃんという、その、あの、名詞を見て、性的対象として興味を持つ人って、そんなに多くないんですよ。なので、その、男性ターゲットにするのであれば、あの、わかりやすく男性ターゲットの単語を使った方がいいと思います。なんか、水着とか、巨乳とか。あの、ま、巨乳ゴルフで検索する、いっぱい出るみたいな前話をしたと思うんですけど、その、うまくいってるチャンネルの、ちゃんと研究して真似した方がいいんじゃないかなと思います。<laughs> 26歳大手企業の正社員です。最近自分の将来に不安を感じています。正社員なので、ほとんどのことがない限り、組になることはないと思っていますが、コロナウイルスなどの影響で会社がいつまであるかわからないのに加えて、無能なので転職できるかも不安です。え自分の得意なことが見つけられず、稼げるスキルも分かりません。好きなとこで仕事を生きていくべきか、そこまで苦手じゃないことで稼ぐか、ひろゆきさんどう考えますか。えっと、大手企業の正社員で無能だと自覚しているのであれば、大手企業にいるというメリットを最大限まで活用してください。 あの、日本の場合って、無能であることを理由に首を切るってかなり難しいんですよね。その、会社が潰れるとかっていうレベルじゃない限りは、なかなか首を切ることができないので、なのでその、言われたことだけある程度やっておくと、昇給することはなくても首になることはほぼないんですよ。なので、あの、下手になんか自分のそのなんかスキルを磨いて転職して、 で、そこで大企業じゃないからもう会社潰れましたとか、そのパワハラがありましたとかってなると困るんですけど、大企業ってパワハラがあった場合もパワハラがありましたって言って問題にすると逆にあの腫れ物に触るような形ですごく優しく扱ってくれて一生首にならないポジションとか手に入れたりするんですよね。なので、あの、無能であればもう転職しないで大企業でずっとあの窓際としてダラダラい続ければいいんじゃないかなと思います。 まあ、あの、26歳なので30年後あるかどうかわからないですけど、まあ、ただ大企業で全然お金使わなければ40ぐらいまで20年間居続けると多分2 3000万円ぐらいは貯金貯まると思うんですよね。なので、あの、その貯金を貯めつつダラダラ暮らすっていう感じにするといいんじゃないかなと思います。 えー、伊勢博之さんの放送で英語学習に3ヶ月でマスター人と2年でマスター人の学習期間を誤差だとおっしゃっていました。理由とアウトプット期間の方が長いからとのことでした。しかし社会は覚える速さを評価する傾向があると思います。うんと、傾向があると思うというのは、あの、えっ、ー、と、<laughs> マックで野菜しか食べないキムタクカンさんの主観なのかなと思いますけど <laughs>。えっと、例えば40歳で英語喋る人がいて、その40歳の人が英語を3ヶ月で覚えたのか、2年覚えたのかって、その、 聞かなきゃ分かんないと思うんですよ。実際何ヶ月覚えたんですかって。なので、英語喋れてるという事実が大事で、その、どれぐらいの期間でマスターしたかどうかって、普通聞かないと思うんですよね。例えば、じゃあ、プログラマーの人に、その、なんか、仕事でお願いして、で、その、このプログラム言語、ちなみに何ヶ月で習得しましたとか、いちいち聞かないんですよ。 あの、パールかけますとか、PHP かけますとか言ったら、ああ、書けますよっていうだけで、で、どんなの書きましたかとか聞くんですけど、じゃあその PH、PHP をマスターする上に何ヶ月かかったんでしょうかみたいな質問で別にしないので。さて、えー、っと、で、えー、っと、就活系 YouTuber の方が現役で青学に受かった人と二郎でワツに受かった人が面接に来たら、えー、絶対現役青学を採用すると言っていました。理由は2年間勉強すれば受かった当たり前だからとのことです。インプットの速さは重要なんでしょうかえっと、ここで書いてるのは、22歳とか24歳とか、就活するときの なんですよで就活の時は実際働く能力がわからないのでポテンシャルで採用面接をしなきゃいけないんですよ。なのでその2年間勉強して受かった人とその1年で勉強して受かった人だったらそれは1年で勉強して受かった方が優秀だよねはあるんですよ。 ただ、社会人って、要はその就職した後に40年とか50年とか働くので、その20歳から60歳とかまでね。なので、その長期で働くというのの,の期間に比べると、就職期間が1年2年とかどうでもいいって話なんですよ。ただ、就職するときに、じゃあ浪し、じゃあ3年浪人しましたっていう人と、あの、全く浪人してませんっていう人だったら全く浪人してない人が取るよねってのはすごく当たり前なので、社会人として必要なスキルの話なので、その就活動向の話じゃないです。はい。 えっと、こんにちは。私は20代無足無能です。虐待を受け、総鬱病になりながら、有名私立中高卒、医学部中退、IT 系大学休学中、情緒不安定、副薬による一日中眠気で大学は復学でき、復学できなそうです、えー。これまで2回自殺未遂、障害年金申請予定、遺産で世田谷駅近く400平米約3億円の都市と、地区20年以上の建物を所有予定、将来この土地で不動産を経営するなど考えています。えー、通信大学入学や宅、 経営保管し資格取得土地売却など何をしたらい,いでしょうか <laughs> えっと、もう、あの、働かなくていいと思いますよ。で、あの、本当にやらなきゃいけないことは、その資格を取って自分で何かやるとかではなく、騙されないことです。あの、 多分そのこのタイプの人ってそのメンタル弱いので働き出すと結構トラブルが起こる可能性があるのとあとその世田谷駅近くで予約エペの土地があるのであればもう一生食いっぱぐれないので絶対騙されないようにするっていうところだけを選んでくださいなのでえっとえっと今の時点でお金があるのであれば複数の弁護士の知り合いを作っておいてください あの、まあ、基本的には何か契約の時にはその弁護士の人と一緒にその契約書を結ぶっていうのをもう自分のルールにしてやるべきなんですけど、最近残念ながらあの弁護士さんでもやらかす人いるんですよね。あの、遺産相続の相続人が弁護士の名前に勝手に変えられていて、で裁判になってその弁護士が負けるみたいなのがあったりするんですよね。 なので、その、弁護士でもやらかす人がいる時代なので、一応その、この弁護士危,い危ないかなと思ったら、他の弁護士さんに相談できるっていうような形にしといた方がいいので、なので一応複数の弁護士さんの知り合いっていうのを作っとけばいいんじゃないかなと思います。あとなんかあの、メンタルが、あの、情緒不安定とかになっちゃって、何かトラブルを起こすとめんどくさいので、 あの、やりたくないことやらない方がいいと思いますよ。では、資格を取るとかの勉強って、その勉強しなきゃいけないなとか、起きてなきゃいけないとか、じゃあ試験の時にストレスが溜まるとかあるんですけど、もうあの、一生食いっぱぐれることないので、あの、変に体に負担をかけないで、もうあの、管理とか不動産屋とかに任せて、あの、ダラダラと田舎で川とか見てればいいんじゃないかなと思います。釣りとか楽しいですよ。 えー、職場で既婚者の方に片思いをしていたところ、1ヶ月で5キロ痩せ、綺麗になったって言われています。私は今後気持ちをどうやり過ごすべきでしょうか、うん、まあ、あの、えっ、ー、と、社交事例として、痩せた人に対して綺麗になったというというルールがあるので、それを言っただけなので、別にあの、その、真に受けてもしょうがないと思うんですよね。なので、あの、単なる社交事例だと思います。 えー、僕はハーフでバイ,リンガルなのバイリンガルなのですが、将来はずっと日本に住んで続ける予定です。子供ができたら日本語だけ子育てをしようと思っています。語学ができることは子供の将来にとって有益なことですが、将来子供が使うかどうかもわからない言語を守っていくべきかどうかで悩まないか心配です。僕の考えは間違っていますかえっと、あの、使わなかったとしても複数の言語を学んでると、割とその脳の、あの、そのいろんな部分を使うので、頭が良くなる傾向が強いと言われてるんですよね。 その、あの、子供の時の、あの、バイリンガル、トリリンガル教育は、実はあんまり良くないっていうのがあるんですけど、要はその、 どれかのネイティブな言語をまず1個マスターした後の方が、その抽象的な概念とかも理解しやすいんですけど、そのどの言語も喋れない子になっちゃうと、その抽象的な概念の習得も遅れちゃうっていうのがあるんですよね。なので、あの子供のうちは確かに1個の言語にあの統一した方がいいんですけど、ただあの複数の言語が喋れるようになると、その脳のあの言語分野のところを割と多く使うようになるので、そのボケづらいみたいなのがあったりするので、 で、その、あの、まあ、言語学ぶときって、やっぱりちゃんとその喋れるネイティブが横にいる方が学ぶのは早いので、で、ヨーロッパ系の言語であの、マニアックな言語だとしても、そのラテン語系の言語であれば、じゃあそのスペイン語を覚えたらフランス語喋るの簡単だよねとか、そのスペイン語だったらあの、ポルトガル語と語彙が80%、86%とか一緒なので、っていう感じで、ま、多分もうちょっと言語がマニアックだ、ウラル語系とかだと、じゃあその、 あの、スウェーデン語が喋れるんだったらフィンランド語喋れるよね、みたいな感じで、ある程度、そのヨーロッパ系の言語、何か学んでると、他の言語に行きやすくなるので、じゃあ英語やるって言っても、そこそこ英語と、その、あの、ドイツ語って被ってるよね、みたいなのもあったりするので、なので、あの、教えられるんだったら他の言語も教えちゃっていいと思いますけどね。 えっと、ベースで韓国ファッションネットサイトを立ち上げました。毎日商品登録して値段も5000円以内に設定しています。インスタグラム運用してますが全く売れません。どうしたら売れるようになるでしょうかえっと、同じ多分仕入れてる、売ってるとかだと思うので、その自分との売ってるのと同じ商品が他のサイトでいくらぐらいで売れてるか見てみてください。で、そのプロモーションが下手なのであれば、 多分もうネット上で検索した中で一番安いっていう状態にするぐらいの方がマシだと思うんですよね。要はその、あの、プロモーションが得たのであればお客さんに探してもらうっていう必要があって、で、お客さんに探して買ってもらうのであればネット上で一番安いっていうのを狙うといいので、なのでネット上で一番安いですって書いちゃって、で、他のサイトより値段を安くするっていう形で価格競争をしてまずは、 お客さんの顧客層を作るっていうのをやるといいんじゃないでしょうか。あの、今やってるかどうかわかんないですけど、昔あの、1円でも安いお店があったら教えてくださいってヨドバシカメラに書いてて、んであの、価格コムとかの値段を見せると、結構安くしてくれることがあったんですよね。なので、あの、安く、あの、売りますっていうのって、割とこう調べてくる人がいるので、なのでそういうのは、あの、もしプロモーションが得意じゃなかったら、そういう形でプロモーション、その、あの、お客さんに見つけてもらうっていうのをやればいいんじゃないかなと思います。 えー、よく財務省では消費税等を引き上げるためからか、メディアを通じて日本の借金がいくらで後世に借金が残ると言いますが、日本は資産は世界一みたいで、そのことは同時に言いません。んと、その米国債のことで言ってるんだったら、今は中国の方が米国債持ってるんじゃないですかね。 え最近は SNS もありそうではないことが自分でも分かってきました。えー、日本は自国立て通貨で日金は政府が主導しているので財政値はあり得ないと YouTube 等で著名な人を言っており、麻生さんも野党時代は日本を破綻しない金をすればいいだけと言っていました。入力者の計画しやなたい。<laughs> えっと、その麻生さんを引用するのであれば、今財務大臣が麻生さんで、麻生さんが消費税上げましたよ。<laughs> なので、えっ、ー、と、まず、自国立て通貨だとして、自国立て通貨で、じゃあ、その、国際運営売ってるんですけど、そのうち、じゃあ、日本円の価値が下がるってなると、日本人、とっとと、あの、逃げ出すと思うんですよね。えっ、ー、と、例えば、じゃあ、今、1ドル110円ぐらいなんですけど、例えば、じゃあ、1ドル1100円になりますっていう風になったら、ほとんどの日本人って、もう、円を売ってドルを買うと思うんですよ。 で、それって要は円から逃避する行為じゃないですか。で、その1ドル制約円になるって分かってたら、もうほぼほぼ誰も国債買わなくなるんですよね。もう損するのが確定してるから。っていうのがあるので、その自国立てだろうと、他の通貨に対して、その価値が下がったら、この通貨持ってたら危ねえって言って買わなくなっちゃうんですよね。まあ、現段階でも、あの、じゃあ投資するよって言ってる人で、そのじゃあどんな株投資したらいいっていうので、日本株投資しようぜっていう人ってもう、まあ、あんまいないと思うんですよね。 大体そのアメリカ株のがいいよねとか、そのなんかあのグーグルがいいよねとか、アップルがいいよねとか、じゃあアメリカのインデックスファンドがいいよねとか、そのなんかあのフォーブスに並ぶような会社がいいよねみたいな感じで、結局その海外の方が儲かるよねっていう状態で、それってそのドルで持ってる方が儲かるよねっていう状態なんですよね。 なのでその、普通に生活する分には日本円使ってるんですけど、じゃあそのぶくぜりを投資に回そうってなると、もう日本円じゃない方がいいよねっていうのは、割とそれなりにお金がある人の中では現実的な判断だったりするんですよね。っていう感じで、その国債をじゃあ買わなくなったらどうなるのっていうので、で、もともと日本ってあの国債を引き受けるためのグループっていうのがあったんですけど、東京三菱銀行とかを筆頭に、その、 国が国債発行するからお前ら買えやって言ったら分かりましたって言って買うグループがあったんですけど、で、そっからあの、東京三菱銀行脱退したんですよね。要はその、言われるままに国債買うのってマジ危ねえから、俺ら脱退するわっていう感じで、なのでその国が国債買ってって言った時にもう銀行が買わない可能性があるんですよね。なので今は日銀が買うっていうのをやってるんですけど、 まあただ、その、日本円のがその1ドル110円、今。それがじゃあ、120円、130円とかになった時に果たしてどうなるかって話なので、なのでその時刻立て通貨だから潰れないって言ってるのは、その、ま、ここのコメントで書いており、YouTuber で有名な人ぐらいしか言ってないんですよね。まともな経済学者言わないんですよね。あとは、あの、なんか時計を盗んだ経済学者とか言ってるかもしれないですけど、はい。 27歳 OL です。えっ、ー、と、仕事中落ち込むことがあった日は、帰宅後もそのことしか考えられず、泣いたり悩んだり繰り返しています。この土日は休日でしたが、金曜日に落ち込むことがあり、ずっと考えてしまい、体を動かすのもしんどく、夜まで横になってしまいました。心が弱いのだと思いますが、昔からの性格でどうすればいいかわかりません。上司からちょっとした注意を受けた時も毎回大きく受け止めすぎて、自分を責めて考え込むことが多いです。HSP の可能性も考えています。転職考えていません。アドバイスをもらえると嬉しいです。えっと、あの、怒られないようにしてください。 で、怒られないようにするコツっていうのは、あの、怒られそうな時に前もって先に言っちゃうことです。<laughs> 要はその、あの、報告書をクライアントに出した時に、あの、いやいやいや、これここ違うじゃんっていうのあったり、クライアントからなんか言われると怒られるんですけど、あの、クライアントにこれ出そうと思ってるんですけど、大丈夫ですかっていうのを上司だったり、同僚だったりとか、要はアウトプット その直接そそのの人人ににに渡す前に誰かか確認ししててもらうっていうっっいプロセスを必ず挟むとそのその人が指摘しなかったん例えば、じゃあその、僕がクライアントに報告書を出すときに、じゃあそのひゲおやリさんに確認してもらいましたと。で、ひゲオヤさんが大丈夫だよって言って、結果として出した後にクライアントに怒られましたと。やっぱり怒られたじゃんってなったとしても、ひげおやりさんは僕に対して怒れないんですよ。だってもう見せてるじゃん。先に見せといて、お前も注意しなかったんだから俺のせいじゃねえだろみたいになるので、 なので、その、社内からは責められなくなるので、なのでそのアウトプットを出すときに、その怒られたくない人にそのアウトプットを先に見せるっていう癖を作ると、あの、怒られる回数が減ります。あ要はあの、100%怒られない。難しいと思うんですけど、その怒られるような状況っていうのを作らないっていうのをやってみるといいんじゃないかなと思います。要は共犯関係にするって感じですね。 自営業40歳男です。闘病が長く最近になってようやく自営業を始めることでどうにか社会に出ることができました。かっこバイト経験を足す。えー、マークアップからコンテンツ制作までやっています。毛の生えた素人ながら十分なサービスが行われているようで、検索順位や PV お客の売り上げなどお客さんの満足度は高いようです。えー、ところが知り合い価格が続いているのと、僕がお金をもらうのが苦手なのもあってお客を儲けさせている割に自分がさっぱり儲かっていません。いくらでも勉強することがあるので安いも全くありません。アドバイスをいただきたく。えっと、あの、 全員価格を2倍にしてください。いあの、この時期に変えますっていうのを、例えばじゃあ半年後で今、えっ、ー、と、5月か。なので、えっ、ー、と、10月に価格を2倍にしますっていうのを全クライアントに通知してください。えっ、ー、と、それは全員に送っ,ってください。で、その、ま、いろいろ理由聞かれたりとか、いや、辛いよって言われても申し訳ないです、申し訳ないです。あの、もうちょっと、あの、体調崩しちゃって人を雇わなきゃいけないので、この価格ではできません。で、あの、本当に申し訳ないんですけど、もしこれで受けられないのであれば、もうちょっとあの、 もう、あの、注文キャンセルしていただいても、もうしょうがないので、開けますっていう感じで、その半年後に2倍にするっていうのをちゃんと通知してください。で、それでもじゃあ2倍でも払うよってお客さんは、その、友達価格から頼んでるのではなく、パフォーマンスで頼んでるお客さんなんですよ。っていう感じで、それでも安いからっていう人はもう切っちゃうようにしてください。っていうので、その、要は、あの、この人はいくらにしようとかって考えると難しいので、機械的に全員2倍にするっていうのにしてください。 あとはその、2倍にする言い訳を考えるとかね。なんか結婚しますとか、まあなんか、あの、僕がさっき病気みたいなことを言い訳の理由にしましたけど、っていう感じであの、理由を考えて、来週の月曜日ぐらいまでにそれを送ってみてください。 現在通信会社の契約社員です。正社員にチャレンジはできるものの、向こう10年はおそらく営業の仕事を正直したくないです。あと4年以内に試験に受からないと委託会社の正社員になるルートもありますが、うちの会社と比べると立場が弱くなるので委託会社にも入りたくないです。この先のことを考えると通信業界に困っていいのだろうかと思います。ルクさんはどうしますか ええと、その営業系の契約であれば、単なるその営業社員なので、あの、業界っていうほどのものでもないので、あの、その利益が下がったら切られるっていうだけなので、まあ、さっさと他に行っちゃった方がいいんじゃないかなと思います。 えー、23歳、専門卒の調理師です。受験時に心身の体調を崩して大学受験を諦め、2年間療養後に社会に出ようと調理の専門に来ました。両、両に就職しましたが、ブラックさんに耐えきれず、現在保育園で調理師として働いています。 自分の時間ができて将来のことを考えるようになり、貯金や相続での投資の勉強をしたり、IT に就職した友人に住められたという理由でプログラミングの勉強をしたりしています。今すぐではないですが、少しずつ勉強をして、いつか IT へ転職したり、投資で利益を期待する、したりするのでは無謀ですかはい、無謀です。諦めてこのまま、調理師として働き続けるべきでしょうかえっと、まあ、あの、プログラムの勉強をする分には全然いいと思うんですけど、ただ、あの、えっと、その、 勉強したからといって、プログラムとし,、まあ、として活用できるかどうかっていうと、全然違う問題なんですよね。で、あの、ブラックさに耐えきれずっていうのがあるんですけど、あの、何の資格、その、あの、経歴もない、プログラムを覚えたばっかりですっていう人が IT 系で入ると、大体職場ブラックなんですよ。その派遣だったりとか、そのブラックな IT 業界なんで、なので、その、IT t に行ったらブラックなことがないかもみたいなのって割と幻想だと思うんですよね。まあそれが乗り越えてあのいい IT の会社に入れる可能性はあると思うんですけど、そのバックグラウンドがない状態では残念ながらそのいい職場にまず入れないんですよ。要はそのそれなりに優秀な人をいい会社を集めたいわけじゃないですか。未経験プログラミングを覚えたばっかりですだと、やっぱりいい IT の会社には入れないんですよ。っていうのがあるので、そこの耐久力が高くないのであれば、その 調理師を続ける方がまだ安全なんじゃないかなと僕は思いますけども。えー、20代生協特攻です。職場で不特定多数のあることないことを言いふらす係長上司がいます。私も聞これているのか人生は全く異なる。プライベートを悪い噂が出されています。ここ数年パ、パワハラやセクハラで社内で不当な告発処分が相次いつでいたが、非常に働きづらい環境になっています。警戒をしたタイミングで転職を検討していますが、今のうちにやっておいた方がいいことを教ご教授願います。えっとその係長が言ってるっていう証言証拠を集めておいてください。 で、辞めるときに、あの、それを上の上司とかに行ったりとか、まあ、ああの、もしその、度を超えるその発言があるのであれば、それは労働基準監督署を持ってってお金もらえるパターンもあるかもしれないので。 えー、最近センサーを使った電子工作に興味が出てきた IT 機問題です、えー。今は CC++ を言語を独学中です。Web の仕事で PHP を書くので多言語を覚えるのはどうにかなると思いますが、電子工作に関しては無知です。今後学習を続けた上でエンジニアでの転職を無理だとしても、副業で稼げる可能性あるでしょうかはい。えっ、ー、と、さっさと作ってみてください。別にそんな難しくないです。あの、ラズベリーパイとか買ってきてで、あの、センサーくっつけるだけで、要はあの、キットがあるので、そのキットを組み立てれば、あ、こうやって動くのね。で、あの、 ハードウェアをキット通り作った後は、あとはやるのはソフトウェアなんですよ。なので、あの、要はやったことがないからなんか難しいのかなっていうのになるので、なので、あの、今そのラズパイの中じゃ、あの、部屋の温度を自動的に測って、で、あの、Google ホーム経由でクーラーを勝手に入れるみたいな、そういうのってあの、キットと一緒にソフトウェアとかもこう出してたりする人がいるので、なのでそこら辺のあの、ラズパイのセンサーのついたキットを買って試してみてください。 えー、41歳、市役所の公務員です。メンタル給食3回の後、人事から肩叩きをされ、自宅で自殺未遂。親が人事に意見して退職は回避。3歳の子供が1人いて、妻から次自殺未遂したら離婚と言われる。その後、近所の親が干渉し、職場の上司に面会、育児や通院計画に口を挟む。現在自殺未遂から3年経ち寛解。年300時間の残業代をゲット。 新人,人の教育任せる親から干渉されたくないです。親元公務員で孫には投資する宣言。え3歳の子供のため、妻やじ、えー、と実情の親との付き合い方を教えてください。あ、もう寛解してるんだったらほっとけんじゃないですかで、あの、子供に、あの、孫には投資する宣言があるので、あの、死ぬほど投資させてください。えっと、3歳だともう英語の勉強できます。 その、あの、要はあの、まあ、日本人ってその日本語を教えられて育つんですけど、アメリカ人って英語を教えられて育つじゃないですか。なので、あの、3歳まで行くと、どんな言語でももう習得可能な能力を持ってるんですよ。で、まあ、今たまたま日本語やってると思うんですけど、なので、もう3歳からでも英語を覚えるべきだよね。早く覚えれば覚えるほど、ネイティブの発音とかっていうのがあの習得できるようになるので,で、逆にその5歳から10歳ぐらいまでにそのネイティブの発音聞かないと、その R t L の区別とかつかなくなったりするので、 なので、もう今から重要なんですっていうので、週に1回の英語の先生、もちろんネイティブ。要は日本人の英語とか聞いてもしょうがないので、っていうのを雇わなきゃいけないので、大体あの1回5000円ぐらいかかるので、月に2万円くださいみたいな感じで。ていうので、どんどんその習い事を増やしてください。 で、あの、音楽のセンスとかも、まあ音楽ってある程度才能で決まるんですけど、そうはいっても若いうちから音楽やってた方が、ある程度そのリズム感ってつきやすいので、早いうちからリズム感つけた方がいいよねとか、運動も早めにやった方がいいよねっていうので、いろんな長いことでガンガン親から髪引っ張ってください。っていうので、そのある程度その音楽もスポーツも語学もやったことありますっていう子供ができると、その子供が素材としては超絶無能だったとしても、 例えば、その、小学校で英語の授業をやりますって言った時に、その、すでにもう3歳から英語やってますってなると、さすがにアルファベットを言えますとか、基本的な単語を言えますとかってなるので、こいつすげえってクラスの中になっちゃうんですよ。別にそれってあの、優秀だからじゃなくて、早いうちからやってただけなんだけど、無能なのにも関わらず、優秀っていう誤解をクラスに植え付けて、本人も優秀なんじゃないかって誤解しちゃうんですよ。 で、じゃあ俺英語得意かも、みたいな感じで、じゃあ俺中学受験するわ、みたいなので、で、そこら辺も別に中学受験でやる英語とかって、そんなに大したもんじゃないんですよ。小学生がやるだけなので。なので、早くからやってる方がよ、ちゃんと褒められるよねっていうのもあったりするので、っていう感じで、割とその早めに教育に金かけたおかげで、割と優秀だと思い込んだまま、トントン拍子で学歴が良くなるっていうパターンもあるので、なので、あの、親からガンガン金引っ張って教育に金突っ込んでください。 えー、既婚ですが、10年くらい好きな水商売出身の女の子がいて、どうしても手ごめにしたいのですが、どうすればよい,いんでしょうかちなみに、荒冬の多重債務者です。えっと、まず、金稼ぎまくってください。<laughs> えっと、あの、水商売が好きで水商売やってる女の子もいるんですけど、大抵の水商売やってる人っていうのは、基本的にはお金が欲しいからです。なので、お金が欲しい。そのためだったら水商売をする。要は、その、自分が山な思いをするのを我慢してでもお金を取るってことなので、その、 えっと、リップ2437 3がすげえ不細工だったとしても、金さえあればついてくれるんで、なのであなたに必要なのはお金です。なので頑張って働いて金稼いでください。 えー、KKC システムズ株式会社の中村ひよやです、えー。以前4回懲戒処分通知書を会社からもらったものです。先ほど怒られそうな時に先までをしてくださいというアドバイスがありましたが、関連して一つ質問です。実は以前に、えー、と早期の時に、早うつのそうですね、えー、株式会社アンチェインという会社を立ち上げてしまい、売り上げゼロなのですが、そのまま放置して今の会社に入ってしまいました。副業をにしたので、もし自分の会社の代表状況である旨がバレると、つい5枚目の懲戒処分通知書をもらうことになるか、 多分恐れています一体どうすればいいでしょうかもちろん今の会社もやってたのにし、アンチェインも潰したくないです。えっと、社長を友達を名前に変えてください。あの、なんか、あの、暇そうな友達にちょっと名前貸した、名前貸してって言って、東京を変えちゃってください。それでいいと思います。 えっと、ひろきさんこんばんは。建築系のブラック企業で働いてますが、人を増やせば労働環境が改善されると思う以前の2倍人を集めて2、3年頑張ってみたのですが、経験の浅い若手をグループ化してもレベルがなかなか伸びません。周りの人間と同じ程度の仕事しか仕事、仕事しかこなさないため、それ以上が必要だと個人としての認識を持つまで至らないようです。何かグループとしてレベルアップできる方法があるでしょうかこれ IT もあるあるなんですけど、あの、人を増やせば増やすほど、 あの、アウトプットが減るっていう。その何かじゃあプログラム作らなきゃいけませんっていう時に、すげえ優秀なやつ一人に任せるのと、すげえ優秀なやつに、どうでもいいやつ5人つけると、アウトプット減るんですよ。要はどうでもいい5人を管理しなきゃいけないっていうところに時間が費やされてしまうので、むしろ一人で最初から最後までやった方が全然早いよね、みたいになるんですよね。なので、あの、人を増やすとその成果が増えるっていうのって結構誤解であることがたまにあるんですよね。 なので、その、管理だったり教育だったりがきちんとできる、その組織だったら人増やすとそれまで伸びるんですけど、それができない場合って人増やすとむしろ金が減る割には成果が増えてないっていうのがあるので、で、今の会社だとその、あの、育てたりとか管理したりっていうののメンツが足りてないってことなので、なので人を増やすのではなく、その管理だったり教育の人材を増やすっていう方向で頑張った方がいいんじゃないかなと思います。えっと、あの、ま、エジプトのピラミッドをどうやって建てたかみたいな話なんですけど、 その、要は労働者って基本的に働きたくないんですよ。なので、働きたくない人っていうのをいかに働かせるかっていうと、そのリーダーにその成果に対しての報酬を与えるっていうのをやるんですよね。要はその、じゃあここでそのなんか1日じゃあその1段2段の段作れたらいいよねっていう時に、じゃあ3段作ったらお前にボーナスやるよ。 っていうと、もうあの、無知ガンガン振るって、その奴隷のように労働者を叩いて、無理やり段数を増やしたりするんですよ。なので、リーダーが自分の得になるって分かれば必死で頑張るので、なんでそのなんか、5人ぐらいの若者グループです、みんな頑張ってくださいじゃなくて、誰か1人そのリーダー格っぽいやつに、わ、まあ、た、じゃあここまでの成果をその2ヶ月以内に出したらお前にボーナス20万やるよ、みたいなことをやると、割とその、ちゃんと管理できる人に育つ場合があるんですよ。まあ育たない場合もあるんで、そこは人それぞれですけど、 はいえー、19歳、大学1回生で将来的に移住したいと怒り読んでいるすが、ね、すみません。えー ちょこちょこ今回収モードになってます。えー、自称カリスマ卓球 YouTuber、飯田会長を支援しています。コロナ禍の中、卓球場を開きたいとい言い出し、クラファンをはじめ、1週間今日で150万集めて目標額を達成してしまいました。YouTube、Twitter ともに5000人程度の登録者で達成できた理由は、カリスマとしか説明ができません。フリーランスとユーザーをつなぐサポートやリモート指導や動画収録による広告収入を提案しようと思うんですが、えー、今後コロナ禍でも継続している良いアイデアはないでしょうか。ご教示いただければ幸いです。 えっと、卓球場自体にリアルのお客さんが来るかどうかなので、そのリモート指導とか動画収録をするんだったら、別に卓球場いらないっすよね。それ別にあの、家の中に卓球台出せばいいと思うので、なんでその卓球場をうまく運営できるのであれば、その場所にいるとその人に会えるっていうのをやった方が、要は飯田会長っていう人にお金出したいっていう人が150万円分いるってことなので、飯田会長が卓球場に必ずいますってなれば、リアルで来る人も減るんじゃないですか えっと高校4年生に、ね、やつ読みました。えー、っと、最高の形でメディアを活用できている有名人だと思い、憧れとおりましたが、売名目的なので因縁をつけている人がいたりするのを見ると、大変な立場でいらっしゃることも伺い、他の方では確立することができない存在だと最近、改めて思いました。別に相手しないので、僕、全然困ってないですよ。はい <laughs> えしかしファンの方々の広きさんを大事に思う気持ちもアンチのチャンネルのコメント欄で見つける感動しました。ドイツのピカチュウさんがアンチと戦ってるのを発見しました。あ、あの、ドイツのね、あのピカチュウさんね、はい、お店やる方ですよね。えー、これからも頑張ってください。あ、えっと、まあ別にあの、僕、そんなにあの、困らないんですよね。なんかその、あの、まあ、あの、あんまりこう、うまくいってない政党の方とかが頑張ってみたいなんですけど、なんか結果として僕、そもそも日本にいないので、あの、いくら日本で頑張ったとしても、僕に僕に影響がないよねっていう。 状態なので、特にあの困りようがないっていう。で、まああの日本にもあの2週間前ぐらいに行ってたんですけど、別にあの楽しく暮らせてたので、特に何の問題うまいものだったので、はい。あの、そのなんか日本って法治国家なので、その他人に嫌がらせをしようと思っても法律の枠内でやることってほぼ無理なんですよね。 なので、あの、日本って別にあの、なんか、悪さをしようと思ってる人とか、なんか嫌がらせをしようと思ってる人がいたとしても、別にあの、警察に言うと、あの、ちゃんとさらってくれるので、なので、日本にいる限りは全然安全なんじゃないかなと思います。あの、アメリカとか、まあ、例えばそのメキシコから移民が来ちゃいますとか、そのヨーロッパとかも移民が来ちゃいますっていう国って、あの、法律上こうですってなったとしても、その法律が適用されないことが多いんですよね。 まあその日本でも万引きする人ほぼ捕まらないみたいなのあるんですけど、やっぱりそのヨーロッパって地続きなので、その万引きみたいなことしても捕まらないことがほとんどだったりするんですよ。なのでその割とその、 うん、まあ自分で自分の身を守らなきゃいけないよねっていうのがあって、じゃあその一階に住んでいる人だったら窓には鉄格子をつけなきゃいけないよね。だって窓ガラスだったら割られて物盗んで出てっちゃったらどうしようもないじゃんってあるんですけど、日本って割とそういう人がちゃんと捕まるので、そういう意味でやっぱ日本はいい国だなと思うので、なんかその嫌がらせをする人とかあんまり意識しなくても生活できるので、そういう日本が続くといいなと思うんですけどね。ただね、治安が、その景気が悪くなるとやっぱり治安が悪くなっちゃうんですよね。 えー、好きの反対を無関心という人がたまります。ひろゆきさんはそのタイプですかタイプというより事実じゃないですか、えー、そのようなことを言い出したのはなぜなのでしょうか好きの反対が無関心なら、好きの反対は少し無関心で、死ぬほど好きな反対は死ぬほど無関心なのでしょうか嫌いの反対は存在しないと考えているのでしょうかえっとあの、好き嫌いというのは、 えっと、要は、この、あの、ゼロがあって、こう、プラスとマイナスって考えるかもしれないですけど、相手に対してどれぐらいの感情を持ってるかっていうのだと、すごく好きっていうのと、これがゼロね。すごく好きっていうのと、すごく嫌いっていうのは、感情の量でいくと同じ量なんです。同じ方向なんですよ。 なので、その、例えばすげえ好きだった人に不倫されました、裏切られました、すげえ嫌いってなるんですけど、それはすげえ好きっていう感情が裏切られることで、すげえ嫌いに入れ替わるんですけど、ただ入れ替わってるんですけど、この人に対して感情を強く持ってるということは変わらないんですよ。 なので、その反対側に動いたんじゃなくて、その強い感情が好きから嫌いに、その入れ替わったというだけで、感情の強さがあるということは変わらないなので、その好きと嫌いの反対っていう、は僕は無関心正解だと思うんですよ。 なので、その、例えば、じゃあ、その、インフルエンサーみたいな人気者になりたいです、みたいな人って、じゃあ、その、なんか、あの、人の悪口言って、その、なんか、攻撃して、で、嫌われたりっていうのもあるんですけど、でも、嫌われるのも含めて、知名度が上がってるんですよね。で、知名度が上がると、その、上がった知名度で、何か、じゃあ、その、なんか困ってるこういうのを助けると、あれこの人ひょっとしていい人かも、みたいになるので、知名度のある嫌われてた人が、実はあの人いい人っていうので、知名度のあるいい人に切り替わるんですよ。 でも、知名度がない人って、子犬助けても、あ、子犬を助けてるおっさんがいるね、だけで終わりなんですよ。っていうのがあるので、その好きの嫌い、あの、反対は無関心、嫌いの反対は無関心っていうのは、僕は結構、人間社会の中では正しいんじゃないかなと思ってたりします。えー、7歳の子持ちの女の子と遠距離恋愛しているのですが、うまく付き合っていくには何が大事だと思いますか遠距離をやめることですね。<laughs> あの、遠距離って残念ながら時間の問題であの失敗に終わることが多いので、ま、遠距離の後結果としてうまくいく人もいるんですけど、その結果としてうまくいくは遠距離が終わって一緒に暮らすとかでうまくいくなので、うまくいくということは結果どこかで一緒に暮らすなんですよ。なので、あの、早めに一緒に暮らすようにした方がいいと思いますよ。 え、以前酒飲み配信をしていて、キャベツかレタスどちらが好きですかという質問をした変な人です。日本で金曜日の21時あたりから酒飲み配信をしてるんですが、レスビームが打てません。まだまだ修行しないとレスビームは発出できないんでしょうか。ひろゆきさんが全知電能だと勝手に思ってる変な人ですが、アドバイスをいただいてです。ちなみにカメハメハはもうすぐ打てます。えっと、じゃあ先に多分カメハメハを完全にマスターした方がいいと思いますよね。あの、そのエネルギーを放出するっていうこと自体が、まあ一般の人はできないんですけど、カメハメハをマスターすると、そこでエネルギーを放出するっていうことができるので、 あとはそのエネルギーの属性をカメハメハからデスビームに変換させていくってことなので、まずハードルの高いそのエネルギーを放出するっていうカメハメハの方をマスターするといいんじゃないでしょうか。 25歳高卒女です。1年前まで美容系の会社員でしたが、現在辞めてライブ配信アプリで年収250万くらいで贅沢をしなければ生活できる範囲の収益を得ています。ですが、これからの世の経済と自分の将来に不安を感じています。こはライブ配信者として行っていくか、前職の経験を活かして美容系の自分のブランドの美容用品を作ったりなど起業してみるか、またどっかの会社に入社した方がいいのか、ひろきさんはどうしますか え、配信事務所にはハレーズフリーで活動します。えっと、あの、配信だけで年収250万を結構うまくいってるので、その収入をどうやって増やすかっていう方向で、他のライブ配信アプリで配信してみるとかを試してみてください。では、その、まず17ライブでやってますっていう人だと、17ライブユーザーの中ではまあ、これだけお客さんたちと。 で、新規で増やすんだったら、じゃあもうミルダムやってみますとか、ふわっちやってみますっていう別のプラットフォームには別のお客さんがいるので、その過去プラットフォームでやることで、その新規のお客さんを増やして、で、その全体をそのツイッターのフォロワーっていう形でどんどん増やしていくっていう。要はその、17ライブでその100人しかいませんでした。でもツイッターフォローしてねっていうと、その100人はツイッターフォローしてくれて、じゃあ今度ふわっちでやりますってなると、ふわっちを見に来てくれるかもしれないと。 で、その後17ライブ見に来てくれるみたいな感じで、そのいろんなプラットフォームをうまく使うことで、ファンをいろんなところで増やして、そのファン全体っていうのをその Twitter だったり、まあインスタでもいいですけど、っていうところに集約して、で、自分はここでやりますよっていう告知をすると、じゃあその見に来てくれるっていう、まあじゃあニコ生でやりますよって言ったら、そのあのインスタグラムでニコ生の紹介をすると、そのニコ生みんな見てくれるみたいな感じで、そのいろんなところのお客さんを集めるっていうのを意識してやってみてください。 あの、25歳で配信だけで250万はかなりうまくできてると思うので、そのペースで増やしていくと、そのうち配信だけで1000万とかになって、これでやった方がいいよねってなるんじゃないかなと思います。 25歳社会人で先日日本在住40代福岡の男性の配信で友人でデザートイーゴルを向ける砂漠でマシンガンを向けられてんか突っ切る寝てる友人にスタンガンを試そうとするという話がありました当人は実際にしていないしだいぶ前で時効だと思っていると思うんですがひろゆきさんは時効だと思いますかまた時効でなければどのような罪に問われますかご意見を聞かせてください えっと、日本の法律上だと脅迫罪は確かに10年ぐらいで、あの、時効になってしまうので、そういう意味では時効なんですけど、ただ、彼の場合って多分隠れて違法行為絶対してると思うんですよね。あの、まあ、あの、バカなのと性格が悪いので、多分何か悪さをしてるので、その PC かなんか漁ると、結構その違法行為の証拠って出てくると思うんですよ。 で、ま、あの、まあ、バカなので多分あの、違法ダウンロードとかしていて、で、あの、これどうやって手に入れたっていうと違法にダウンロードしていました、みたいなのがあったりすると思うので、多分あの、とっ捕まえて PC を開けてみるといいんじゃないかなと思います。世の中いますよね、そういう死んだ魚目をしてる性格の悪いデムのおっさんが。えー、っと、興味が湧くなと思う人格や人物はいますか頭のおかしな人好きです。 もしいるとしたらどんな人からまた誰かの目に留まってる著名人など人物がいたら雑談程度で教えていただけたらありがたいです。えっと、まあ、ある程度有名な人は大体それなりに優秀なので面白いんですよね。んで、えー、っと、まあ、ただ、まあ最近やっぱりそのライブをやる芸能人の人がちょこちょこ増えてきて、まあ武井壮さんとかもそうなんですけど、その、 結構いろいろ考えてるんだけど、その考えっていうのがちゃんと表に伝わってない人で、で、そのユーザーの質問に対してちょこちょこ答えてるっていうのをやってるんですけど、そうするとその、あの、考え方の一端が見えるんですよね。正しい判断をした方が世の中楽に生きれるよねってあるんですけど、で、正しい判断をするためには、まあ、きちんとした情報を手に入れなきゃいけないんですけど、その、毎回毎回きちんとした情報を手に入れるってすごく難しいんですよ。例えばその、じゃあ、僕の周りに100人知り合いがいて、 100人みんな、その、あの、コロナってないよね。俺たちコロナとかかったことねえしって言われると、あ、やっぱりコロナってないのかなって思っちゃうじゃないですか。なので、その、情報が偏ってると、その、正しい判断でできなくなっちゃうことがあるんですよね。なので、その、情報が正しいかどうかっていうのは、その自分が手に入る情報によるので、例えばその、日本語しか読めない人だと、アビガンってマジで聞くんじゃねえとか思っちゃったりするんですよ。 あの、英語が読めると、その、アビガンって治療薬としては、あの、語られることがほぼなくて、なんかあの、日本がドイツとかいろんなところに配ったけど、マジ役に立たなかったよねっていうので、まあ中国でも論文出たけど、やっぱりでっかいみたいなので役に立たないよってわかるんですけど、でも日本語しか見れない人だと、なんか芸能人がアビガンで治ったって言ってるから、アビガンで治るんだ、すごい治療薬なんだって思い込んじゃったりするんですけど、で、そうじゃないよねっていうのも、やっぱり情報が偏ってるとわからないんですよ。 で、ただ情報が偏るのは至極当然で、その世界中の全ての情報をきちんと理解できて手に入る人っていないので。なのでその偏った情報でもなるべく正しい判断をするためにどうすればいいかっていうと、その情報の調べ方と、あと入ってきた情報の判断の仕方だったりするんですよね。なのでその、 普通の人と違うような結果を出してる人って、普通の人と違うものの考え方をしてるんですけど、その考え方っていうのを知ると、あ、こうやって考えてやればうまくいくんだっていうのが分かったりするので、なのでその、竹井さんがよくそのスポーツってこうやるといいよって話をするんですけど、僕全然スポーツ得意じゃないんですよ。 であのスポーツそこまで興味があるわけでもないんだけどスポーツをうまくやる人ってこういうふうに考えてやるんだとかあとまああの絵描く人の話とかも僕あの見るの好きなんですけどあ絵のうまい人ってこうやって絵を描くんだみたいなのがあることでその自分がもしそれをやるときにこうやって判断するんだっていうのもあるし、まあ、応用としてその自分が体験したことないときでもあでも体ってこうやって動かすからこうやった方がいいんだろうなみたいなのが分かったりするのでなので 考え方を伝えてる人のその情報とか話を聞くっていうのは結構役に立つことありますよと。新疆ウイグル自治区でウイグル民族に行われている中国政府による全土産業に抵抗して EU 等などのように日本も中国に制裁を行うべきか否かというディベートのお題の否定側なのですが、どのように進めれば勝てますかえっと、制裁を行わない方が良いという話ですよね。 で、そうすると、あの EU とかアメリカとか先進国がほぼほぼ中国に対して制裁を行った場合って、その中国は味方をつけたくなると思うので、例えばじゃあ中国のものをヨーロッパとかアメリカに下ろさないってなると。で、そうした場合って、その反製品を日本に輸入して、日本で製品化して、それをアメリカとかヨーロッパにおろすっていう形にすると、結果として中国儲かるよねと。で、日本もその、 加工するだけで儲かるので美味しいよねってなるので、その中国が孤立すればするほど日本を経由して利益を得るっていう構造になるので、その中国が儲かる形っていうのの一部が日本がもらえるようになりますよと。で、あの、ま、コメントでもアメリカに睨まれるとかあるんですけど、アメリカなんか知ったこっちゃないよねっていう考えもあるんですよね。要は儲かれば別にいいじゃんと。 で、アメリカが睨んだとして、じゃあアメリカが日本に何ができるのっていうと、割とそのバイデン大統領って自由主義とか平等とかっていうモラルを重視する人なので、トランプ大統領みたいに無茶はできないんですよ。そう、トランプ大統領って、あの、マジトヨタムカつくからトヨタの税金高くするぞとか言うんですよ。 そのトヨタが、あの、アメリカにある工場をメキシコに移そうとしてたんですよね。もともとあった話で、まあメキシコの方が件費人件費が安いから、メキシコに工場を移動しようみたいなことをやろうとしてたら、その、まあトヨタ移してもいいけど、法人税めちゃくちゃ上げるぞとかっていう脅し方をするんですよ。で、あの、まあさすがにそれやらなかったんですけど、でもその、あの、鉄鋼とかアルミニウムに関しては、その日本だけ税金高くするってやったんですよ。だからその、日本儲かってんじゃんと。 なので、じゃあアルミニウムとか、その鉄鋼とか、アメリカに輸出するんだったら、プラスアルファの税金払いよっていうので、本当にやったんですよ。っていうのがあって、あの、関税プラスするみたいなことでやったんですけど、さすがリバイデンさんは今のところそういうタイプのことはしないっぽい人なので、 なので、もしその日本、まあ中国経由で製品、あの、反製品を仕入れて、日本が加工してアメリカに輸出してるっていうのが分かったとしても、じゃあそれに対して課税をする法案っていうのを作った上でやろうねっていうのは、バイデンさんは考えるタイプの人なので、なので、もしその法案作られそうになったら、やべえやべ、切るわって言って切ればいいと思うんですけど、それができるまでは儲けられるので、中国と仲良くするっていうのは、お金の上ではありなんじゃないかなと思いますっていう案で、攻めるのはいかがでしょうか。 えー、昨日中央大学で新2年を対象にした1年遅れの入学式が開催されました。様々な中央大学 OB が特別ゲストとして新入生にメッセージアドバイスなどを話してみました。もしヒルキさんが特別ゲストとして10分間スピーチを任せられたとしたら、母校の大学生、コロナ世代の新入生に向けてどんなことを語りますかえっ、ー、と、中央大学というのが、あの、八王子にある大学なんですけど、あの、自慢できるのが学食っていう、 あの、大学なんだけど、あの、自慢できるものが学食が安くて美味しいっていうのが、っていうのはどうなのかと思うんですけど、あの、まあ、僕が辞めた後なんか学食にマクドナルドが入って、で、一般的なマクドナルドより安いらしいんですよね。っていうのがあって、あの、おすすめというか、売りが学食っていう大学なので、まあ、その程度の大学です。はい。<laughs> えー、僕の仕事仲間で言われたことをやらない人がいます。具体的には言われたタスクを期限までやらないし、嘘もついてきます。もし、るきさんがそういった方が仕事仲間にいた場合、どのようにやってその人を改善しますかそれともすぐ切りますかまあ、切れるんだったら切っちゃいますけど、その言って治らなかったらもう治らないんですよね。 その、治ってる人もいるし、良くなる人もいるんですけど、まあそうじゃない場合って結局その、あの、一時的に治ったとしてもまた元に戻っちゃったりするので、なのでその人の能力が他で変えられるんだったら、まあ、フェードアウトした方が安全なんじゃないかなと思いますけどね。まあただなんかあの、すげえこいつ無能だけど面白いとかであれば、まあ面白いから一緒にやろうかっていうモチベーションにはなると思います。 え、ひろゆきさんはアンスクーリングをどのように思われてますか私は一部では良いことと良いことと書いてありますが、私が会話した方は親の責任ではない。子供が決めることだからとある意味放置しているように感じました。ひろゆきさんの考えを教えてください。そのアンスクーリングというのは学校に行かないということですかねあの、まあ、日本の憲法で行くと、子供に教育を受けさせる義務というのがあるので、子供は学校に行かせなければならないんですけど、まあ、その憲法っていうのを置いといたとしても、あの、 子供のうちにちゃんと教育を受けるっていうの、まあ、その勉強するっていうのと、あとその、同じような学年の子供たちと共同生活をするっていうのが、結局その、コミュニケーション能力だったり、その後のその人のアウトプットに関わるんですよね。その、例えばじゃあ学園もの,のアニメを作りたいですって言った時に、その学校通ったことない人って作れないじゃないですか。学校ってどんなことやるのみたいなになると、もう全然何を説明できないになっちゃうので、 で、その、あの、仲の悪い人たちと喧嘩をして、でもなんか、授業は一緒だから、喧嘩してる相手がずっと隣に座ってるまま我慢をして授業を受けなければならないみたいなところで、でもまあ、あれ、喧嘩してこいつ嫌いだったけど、別にあの、それ気にしててもしょうがないよねとか、次の日からなんだかんだ言って顔を合わせなきゃいけないわけだから、やっぱ仲直りした方がいいのかなって思ったりとか、あと周りの友達が、お前ら仲直りしろよとか言われて、なんかめんどくせえからじゃあするわ、みたいな、っていうのをやって、で、今度は友達が、 喧嘩した時にお前仲互いにそのなんか、仲を良くさせようっていうのはこうやって仲良くさせたりするんだなとか、揉めた後って人ってこうやって仲直りするんだなみたいなところで、ちょっとずつその人間関係の積み重ね方みたいなのを覚えるっていうのもあるんですよね。なのでその、そのタイミングを逃すと、そういうことをする機会ってほぼなくなっちゃうんですよ。 その小中高卒業して大学になると、あの別にその授業でみんな同じクラスにいるわけでもないし、座席も決まってるわけではないので、なんか揉めたらじゃあちょっといつもと違う机のとこ座ってあいつと関わんないようにするのは終わりで、もう一切関連し、その関与しない。で、仕事とかもなんか相性悪いなこの人って言ったら別にあの会話もしないで、まあ仕事終わったら仕事終わってはいやめますってあの家帰りますだし、まあこの職場やだなと思ったらやめちゃうっていうのがですけど、でもその小中高とか、 って、辞められる選択肢があまりないので、まあ、学校辞めちゃう人もいますけど、基本的にはその辞めないでひたすら続けるっていう中で、こう、あの、メンタルを、こう、ある程度成長させるみたいなとか、そのトラブルがあった時の対象を学ぶっていうのがあるので、僕は学校は行った方がいいんじゃないかなと思ってますよ、はい。ただ、あの、学校行くことができない人っていうのもいるので、それはもうしょうがないよねって話だと思います。その、行くことができない人が、あの、要は行かないっていうのは、 まあ、しょうがないようなんですけど、行くことができるけど行かないっていうのって、あの、後でめちゃめちゃ後悔すると思うんですよね。大学は行き直せるんですよ。でも、その、中学高校って、あの、理論上行き直せるんですけど、もう、あの、例えば、40歳になって、中学生ですって言っても、もう同級生として絶対扱ってくれないじゃないですか。なので、その、中学生活ってやり直しができないんですよ。小学生活とか、高校生の生活は。 で、大学は、あの、ある程度、まあ、年取ってても、あの、受け入れてくれる大学もあるので、なんとかなるんですけど、なので、小中高だけは僕は一生ものなので、あの、本人が嫌がってたとしても無理して行かせた方がいいんじゃないかなと思います。結局、その、小学校、中学校、高校行った方がいいよねっていうのは、その、行った人しかわかんなかったりするんですよね。 で、行ってない、その子供が、じゃあ行かなくても大丈夫じゃんって言ったとしても、後で行きたいって思ったとしても手遅れになっちゃうので。で、別になんかあの、 すげえやりたいことがあるんだいんですよ。例えばサッカー選手になりたくて、そのいや高校に通うぐらいだったらサッカーやりますって言って、その後プロサッカー選手になりましたとかならまだありなんですけど、なんかその学校に行かない代わりに何してんのっていうので、それ別にあの学校を卒業してからでもできんじゃねえのっていうのをするんだったら、なんか学校行った方がいいんじゃないかなと思いますけどね。 えー、今までピカチュウのモノマネをやらされたり辛いこともありましたが、今日はコメント欄でたくさんの人が応援してきて嬉しかったです。ひろきさんも対応してくれてありがとうございました。<laughs> あ、やっぱ、そうですね、三田たださん、ピカチュウのモノマネやらされてだんだん上手くなるんだ。でまあ、あの、一発芸としては面白いんで全然それでいいんじゃないですか。むしろ、その一発芸外国でも通じるからいいっすよね。 <laughs> ピカチュウの声って、僕が知る限り、まあ、あの、アメリカ版、フランス版でも同じ声なんですよね。あの、普通アニメって、吹き替え、まあ、子供向けなんで吹き替えになるので、みんな声優変わるんですよ。だけど、ピカチュウだけ声優変わんないんですよ。あの、日本のオリジナルと同じ声なんですよ。なので、ピカチュウのモノマネって万国共通なんですよ。はい、すごくどうでもいい話をしました。 えー、フランスで数年前に新設された風力発電の施設の影響により、一つの農場で400頭の牛が死んだとして現在裁判をしているようです。このニュースに類する情報はフランス人知または議論されてますか僕知らないです。ちなみに私はドイツに在住ですが、ドイツ国内のドイツ語の記事は出てきません。ひろゆきさんは景気をどう思いますかビッテビッテマルレッセン。すいません。僕知らないので知らない以上の答えがないんですけども、はい。風力発電でなんで牛が死ぬのなんかそう、風が当たりすぎて死ぬとかそういうこと 風が、あ、むしろ来ないから死ぬのかんないけど。えー、現在31歳、おととし、司法修習を終了したものです。私は太郎の上うつで大学を養留していたため、面接へ突っ込まれまくり、就職先がどこでも見つかりませんでした。そこで医学部を目指して、今年なんとか医学部に合格したのですが、このまま通うべきでしょうかはい。 卒業したとして社会人経験なしの年を送った医師の研究先、研修先があるのが不安です。弁護士は諦めて今から3年、6年勉強して医師になるべきか、また就活すべきかになっています。もしよりさんならどちらが進むか教えていただきたいです。えっと、多分、その、うつがあるので、現状何にも資格がない状態で働き出すと、もっときついと思います。 要はそのメンタル名あんまりよろしくない状況だと思うので、その何らかの資格がない状態で社会人に出ちゃうと、世の中資格がない社会人っていくらでもいるじゃないですか。なのでお前いらねえっていうのがかなり強く来ると思うんですよ。でも一応お医者さんの資格があると、あの、仕事しなくても許してもらえる病院ってあるんですよ。例えばあの、透析をするだけの病院とかって、 その、透析をする場合って、お医者さんが一応そこで見てるというルール上なってるんですけど、実際問題、じゃあその透析のあの作業するのって、看護婦さんなんですよ。なので、看護婦さんが全部作業するんだけど、お医者さんが一人、その場に必ずいなければならないというルールがあるので、もう誰でもいいから行ってくださいっていうのがあるんですよ。 なので、そういう仕事であれば、別にもう、あの、医学、一応な、なまあ、お医者さんになりました。で、その、コミュ障だし、もう何もできませんっていう人も、あの、いるだけで、それで、あの、仕事になるので、なので、とりあえず、医師免許取っておいた方がいいんじゃないかなと思います。はい。 えー、この春に次男が社会人になり子育てが人段落なくして寂しい気持ちと肩鬼が降りたような解放感から次は物を生み出し育てようと個人事業主になりました。2年以内に法人化する予定で今経験値を上げる上で泥力作も地道に試行錯誤しながら少しずつ積み上げているところです。某企業の代表している主人は私の事業に対して全否定してきます。私のしていることはおかしいでしょうか立ち上げ費用は自分で準備してしました。多分ね、あの、楽しそうにしてるから嫉妬されてるんだと思うんですよね。 あの、要は、自分はすごい、 苦労して仕事というものをして、で、その家にお金を入れるっていうのをやってるんですけど、そのピピさんは多分自分がやってる個人事業の作業自体が楽しいんだと思うんですよ。なので、その、大して儲かってないけど、すごい楽しそうにやってて、で、さらに多少のお金も入ってて、は仕事楽しいみたいになってるから、その、すげえ苦労してる自分がバカにされてる感じになっちゃって、全否定するっていう、その攻撃の方向に行っちゃってると思うので、 で、多分その、ちょっとずつ売り上げが上がって面白いみたいなのがあると思うんですけど、それ、旦那さんに言わない方がいいっす。そのなんか、こういうのがあって、こんなクライアントがいて、こういうのがあって、大変だったんだよっていうのを、大変だったんだよっていうのが、あの、部活動の試合をやってる、いやー大変だったよって言いながら楽しそうに話してる人と風になってると思うんですよ、多分。 なんかクライアントにこんなこと言われて本当困ったんだよねって言いながら、あのなんか自分の仕事楽しいっていうのが多分伝わっちゃってるんで、なんで仕事話家でしない方がいいと思います。あの聞かれたら、いやあきついっす、みたいなこと言っとけばいいんじゃないかな。はい。 えー、お久しぶりです。真っ白の父です。4月から正月に2年生になりたいです。えー、4、5月2年生になります、えー。それを機にソロ版教室に行きたいというのはとりあえず1年頑張らせようかと思います。ソロ版って数学の計算能力向上としては便利だと思いますが、どうでしょうかまあ、やりたいんだったら全然いいと思います。自分は大学の物理科学のテストなので、力技で計算していたのですが、ソロ版できればよかったなと感じました。えっと、まあ、ソロ版ができると計算が多少早くなるというのはあるんですけど、ただ別にあの、 計算が早いことって、そんなにその将来得することがあんまりないんで、あの、無理してその場合やらせる必要はないと思うんですけど、本人がやりたいんだったら全然ありだと思います。要はその、何か勉強したいっていうのを子供が言い出すって結構レアケースで、で、それでお金払って得意になって、あ、勉強楽しいものを覚えるの楽しいってなると、じゃあ次こんなことを覚えたい、こんなことやりたいって言って勝手に学力が増えるので、なのでその、何かを学習したいっていう子供の好奇心っていうのは、ちゃんと親は後ろから押してあげた方がいいんじゃないかなと思います。 えー、ひろゆきさんは以前の放送で大人の恋愛においては付き合いましょう。よろしくお願いします。的なやりとりはしないでしょうとおっしゃっていたかと思います。はい。えー、しかしそれだと相手が自分をパートナーではなく都合のいい存在だと思っていた時にどのように対応しますか臆病になってこの関係は何と聞けずにいます。うまいこと探る術があれば教えてほしいが探んなくていいんじゃないですか <laughs> いや、あの、結婚したいなら結婚したいって言えばいいじゃないですか <laughs> で、結婚したいって言って相手がドキバキしたらそれは結婚したくないってことなんです。 なので、あの、知りたいんだったら、直接はっきり聞いてください。で、相手が答えないとか、その、なんか、避けてるって言うんだったら、あ、そんな気ないんだなっていうのは確定するので、そのなんか、あの、はっきり聞く以外に答えないと思うんですよね。まあ、なんとなくわかるじゃんみたいので、その、書く人もいるんですけど、なんとなくわかるじゃんで、あの、 思い込みの強い人って、勝手に相手の方が自分のこと超大好きだと思ってるって信じちゃってるけど、実は単なるセフレだったみたいな思あったりするので、なので、そこら辺はもうあのき、きちんと聞いて確定させた方がいいんじゃないかなと思います。 えー、この間、ノートルダジム寺院に行くような配信をしてほしいです。希望としたブローニの森やローラン・ギャラスなどに行ってほしいです。クラフさんのためながらお願いします。えっ、ー、と、日本では僕の好きなテニス選手が発音がワオリンカかバブリンカで分かれています。フランス語などではバブリンカの方が近いのでひ、ひろゆきさん的にはバブリンカなのですが、本人がヨネックスを通してワオリンカにしてほしいと言っていました。この場合はどっちらで呼ぶ えっと、何進化によるんですよね。多分 V の発音だと思うんですけど、V の発音がばって発音するのか、わって発音するのかは、その、国によって違うので、なので、あの、本人が言ったものを信じればいいんじゃないですかあと、一応今はその、あの、外出禁止なんですよ、フランス。というか、あの、僕が住んでるパリは。 あの、外出許可証っていうのがないと外出ちゃいけないっていう状態で、今ロックダウン中なので、なのでその、買い物であの、必要最低限のものを買いに行くとかであれば、あの、外出していいんですけど、あの、外配信をするとかだと、それは業務ですかで、仕事の場合は、仕事としてどこかの会社に所属してるんだったら、会社としての許可証がないとやってはいけないんですよ。 っていうのがあるので、基本的に今、外で配信っていうのを、あの、要は、どこかで買い物に行くついでで、これは買い物に行ってる最中に移してるだけですと言えるんならいいんですけど、ブーローにの森とかスーパーとかないじゃないですか。明らかに買い物じゃないよねってなっちゃうので、罰金135ユーロ、1万5000円ぐらいみたいになっちゃうので、難しいんじゃないかなと思います。 えー、在日中国人です。小さい頃から日本にいます。将来海外、過去中国以外に住みたいです。帰化してから海外移住にチャレンジした方がいいでしょうかえっと、日本人のパスポートの方が行ける国多いと思います。ただ、中国のパスポートを失っちゃうと、元にもと、取り直すのは難しいと思うので、もし二重国籍行けるんだったら二重国籍の方がいいんじゃないかなと思います。えー、在日でいるメリット、デメリットなどあれば教えていただけると幸いです。えっと、日本の場合って結構あの、 割と優しい国で、あの、その、えっ、ー、と、特別永住権を持ってるのであれば、その、あの、ビザの更新みたいなのもないので、なので、あの、中国国籍を持ちながら通常の生活をする上では日本でほぼデメリットがないんですよね。 なので、あの、まあ、他の国の場合って結局その、あの、ビザ的なものを更新しなきゃいけなくて、それが更新できないともう日本に入れないみたいなのが、いや、あの、その国に入れないみたいなのがあったりするんですけど、でも日本の場合ってその外国人でも特別永住権やるんだったらもう必ず更新できるので、別にあの、犯罪を犯したとしても更新できるんですよね。要は捕まるようなことをしたら、こいつは犯罪者だからもうビザ更新しませんっていうのを他の国って結構やるんですよ。 でも犯罪をしたとしても、特別永住権ある人は、なんか、いつまで,でも日本にいていいんですよっていうのがあるので。なので、特別永住権があるんだったら、結構在日でいる方がメリットあるんじゃないかなと思います。あ、えっと、今まで帰化してなかったのは、帰化の申請中、パスポートがなくなるからです。ちなみにもし今後、ひろゆきさんのお子さんがフランスで生まれたら、日本国籍にしますか両方の国籍にするじゃないですかね。国籍いっぱいある方が便利なので。 で総合商社1年目です。4月から子会社に出向するのですが、先輩からプロパー社員との関係で苦労した話を聞きます。アドバイスいただけると嬉しいです。えっと、すごい下手に下手に出てください。あの、1年目で、要は、あの、まだ新人で年も若いので、あの、多分嫌がらせもされるし、舐められるしみたいのもあるので、あの、ひたすら下手に出るっていうので、あの、ペコペコしてください。にらめっこしませんかいいえ。 えー、公営のバス運転手をやっています。この仕事が好きで辞めたくないのですが、自己クレームなど責任の多さで心が折れかけています。どう気持ちを切り替えていけばいいでしょうか？まあ、あの文句言う人はいっぱいいると思うので、あのまあまた文句言われたわーっていうので、1日1回文句言われるのをあのまあ。 そういう仕事だと思って何回文句言われたかっていうのをカウントするようにしてください。そうすると多分一番多い日が多分10回とかだとするとあれ今日全然少ないじゃんむしろラッキーみたいになるのでなのでそのクレームが来るのが当たり前っていうところでカウントしてみてください。お金あげる500円ありがとうございます。どうした 20代男性で現在フリーランスです。私はスキルがないので様々な媒体のインフルエンサーを集めて、成果補修型案件を発生する ASP を運営しております。現在一人で全て回してますが、事業を拡大するべきか、就職して副業としてミニマムで続けていくか迷っております。昨年8月12月売上が350万で利益30%でした。ひろゆきさんだと何を基準に物事を考えますか えっと、でも、まあ、4ヶ月働いて利益が100万ぐらいあるのであれば、悪くないと思うので、で、今のまま続けて、だんだん増やしていけばいいんじゃないかなと思いますけど、その、あの、要は、あの、そんなに時間かかんないのであれば、そのまま、あの、 フリーランスで続けていくか、就職していくようであればいいと思うんですけど、なのでどれぐらい時間かかるかっていう、要はその100万の利益のために何時間かけたかっていうので、その100時間かかるんだとすると、時給単価でいくとまあ時給1万円じゃないですか。でも1000時間かかっちゃうと時給1000円になっちゃうので、どれぐらい時間かかったかっていうところによるんじゃないかなと思います。 え、アダルトチルドレンと双極性障害があり、カウンセリングと薬用のも治療しています。母子家庭で無職です。息子にも彼女ができ、親のやる意味ことがなくなった気がします。これからは何を支えに頼りに生きていけばよろしいでしょうかアドバイスをお願いします。えっと、あの、まず息子はあなたの支えではないです。なので、あの、息子を支えにするのが間違ってます。 あら、あの、なんか趣味だったり、映画を見るだったり、漫画を読むだったり、あの、何かの趣味を見つけて好きなことやってください。あの、なんか、その、他人を支えにするのやめた方がいいっすよ。あの、好きなこと自分で見つけて好きなことやればいいんじゃないかなと思います。別に彼氏を作るでもいいし、彼女を作るでもいいし、なんかパートナーを作るでもいいと思います。えっと、MZ と月の裏に行きますか。えっと、前園さん、前沢さん行かないと思います。はい。 え、ADHD の気がある40代です。仕事での人間関係も苦痛なため辞めたいと思っております。精神的にも弱く生活保護でプログラミングをして暮らしちゃうんですが、可能でしょうかはい。また人間関係を避けるべく起業して失敗。身内に借金があります。生活保護で借金は返せないので働きながら少しずつ返していきますが、仕事が精神的にきついです。身内への借金なので何とか返したいのと一夜会社を辞めたいという気持ちも挟まります。何かアドバイスをいただけますでしょうか何の仕事をしているのかによるんですけど、 その人間関係に苦手だとすれば、人間と関わらないアルバイトをすればいいんじゃないですかその佐川急便の配送所とか。えー、国立理系院生です。大手電力会社平均年収750万と、商社平均年収1050万円に何点をもらって商社に出力することにした。この選択が正しかったと言ってくれ、た正しかった。 私は女子高生が大好きで、駅で女の子を見るといつも興奮してしまいます。最近では盗撮にも手を出してしまい、もうやめられません。どうすればいいですかいや、性欲はやめられないんですよね。なので、その盗撮でオリジナル作品を作ると、あの、捕まるリスクがあるので、あの、盗撮系の作品をひたすら買って、それを見るっていう方向で満足する方向であれば合法なので、なのであの、合法の範囲内で、 性欲を見た走行で頑張ればいいんじゃないでしょうか、えー。食品安全について学ぶ理系大学に通っています。日本の食品業界の将来性についてどう思われますかもう、まあ、食、日本の食品関係は全然問題ないと思いますけどね。あの、食べ物のクオリティは高いので、海外に行くとかも全然あると思うので。えー、もう卵ご飯食って寝ようよ。そうっすね。<laughs> もうあの、日本時間で2時なので、そろそろ終わりにしたいと思います。はい。 え、もう終わると言ってるのに空気を読まずにスパチャを連発しまくる人は絶対バカだと思うんですが思い込みでしょうか。またこれで生放送は終了いたしました。また次回のご機会、ご機会にご質問をお待ちしております。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくね。っていうのをはい、610円払っていただいてありがとうございます。こんな感じにしたいと思います。はい、じゃ えっと、じゃあ、これ最後で。えっと、大学を内部進学で、どの学部に行くか迷っています。候補として、法学や経営、総合政策が載っています。さらに、趣味兼就活のために、プログラミングや英語も学ぶつもりです。生活、成績を取れる自信と、興味で考えると自信がある興味があるのが法で、数学が苦手で自信はないものの、興味が一番あるのけその間ぐらいが総合政策です。 え、以上を踏まえてどこの学部に行くべきでしょうか将来は自動車メーカーや IT の営業部を夢見ています。で、あれば、自動車メーカーに入りやすいところと IT 系につながるところに行けばいいと思うので、で、実際経営ってほぼ役んじゃないですよね。で、総合政策って何やってるかよくわかんないところなんで、あの、法学部に行って法律を学んでいくと、ど、どこに働いたとしても結構使うので、なので法学部でいいんじゃないかなと思いますけども、はい。 というわけで、あと2分ほどで終わります。えー、高卒系男子です。この間学校の友達を向ってしまい、後日その友達の先輩後輩含めて、計4人で、僕の家に殴りに行くと言われました。<laughs> しかし、人を殴るほどの度胸はないと思うんですね。ただ、説教されて終わりだと思うんですが、一応殴られた場合の対応そもそも家に来させないための対応の2つについて、ひろゆきさんの意見を聞きたいです。えっと、まずあの、録画録音できる設備は、あの、いつでもセットできるように。 あの、癖にしといてください。要は、家に来てくれればいいんですけど、そうじゃなくて、歩いてる最中に突然呼び止められるっていうパターンもあるので、あの、スマホでポケットに入れたまま録音したり録画するっていう、あの、手でできるように、その、あのポケットに入れたままできるように、ちょっとそこの練習をしといてください。っていうので、で、あの、まあ、来る可能性はゼロでもないので、それに対する対処っていうのはきちんとしといた方がいいですよ。あの、相手がどんだけバカかわかんないので。<laughs> <laughs> あの、実際にそう言ってもメリットもないって考えられるのは、相手は多少頭がいい場合です。あの、バカだと本当にバカなので、何するかわかんないので、相手がバカである可能性っていうのは多少意識しておいた方がいいですよ。 家庭の事情で5年遅れ24歳で次第文献に進学し、今年年生になります。太陽奨学金600万あり、英語しか武器がなく、統育820。英国と中東とメキシコのお得意バイヤーに個人輸送しています。ダメ元で宮廷編入でトフル勉強中。このまま大筒になった方がいいですかはい。5年遅れでも就職できますか全然できると思います。えっと、ま、すでに、その英語を使った仕事をしているっていう時点で、割と問題全くないので、 なので、あの、普通に就職できちゃうんじゃないかなと思いますけども。えー、今まで4回ほど飛ばされたので満面の笑みでお休みを望みます。は、あの、笑いながら寝るってあんまりないと思うんですけど、笑いながら寝るように努力したいと思います。えー、ひろゆきに一言もらえるなんて本当にすごいことだぞ。一言。えー、36歳男です。50代の当たり前より今の世代の当たり前が当たり前だと思うのですが、どう思いますか と、その当たり前というのは多分ご自身が当たり前だと思うもの、当たり前だと言ってると思うんですけど、社会システムを決めるのは政府なので、なので政府がどう決まるかっていうと50代の人たちが決めるのでその、その国のスタンダードというのは政府が決めたものがスタンダードになるので、そういう基準で考えると50代の基準が今の日本の基準になってしまいますと。 で、多分14年ぐらいすると、多分50代が当たり前だよねって思われると思うんですよ。福ップさんも。なので、日本はそういう国なんで仕方ないっすよ。えー、初人がハッピーメールという出会い系サイトで不倫相手を募集していました。本人は桜を冷やかしていただけだと言いますが、許せすません。裏切りだと思います。もう離婚した方がいいでしょうか。んと、あのー、もし離婚、その不倫をした場合に、どういうのを認めるかっていう契約書を書いてもらってください。 例えばその財産分与で、じゃあ十九パーセ99%の財産を贈与しますって契約書を作ってもらって、で、公正証書,書を作るとか、要はその、もう、あの、不倫はしないち冷やかしだと言ってるのであれば、その浮気も不倫もしないっていう契約書を作るっていう方向で、離婚した時得になる形の方向をしてください。で、あの、残念ながら、そういうタイプの人って、ほぼ浮気しますよ。要は嘘ついてるじゃないですか。 あの、桜の相手したいだけでお金払うことはないんですよ。なので、ほぼほぼ浮気するタイプで、たまたまバレちゃったっていうだけなので、浮気して離婚するという前提で、その時に自分が幸せになる方向に、どう相手を、まあ、動かすかっていうことで、まあ、お金を何とかして引っ張るっていう方向にした方が、離婚した後生活やすいので、なのでそこら辺の保証を何とかもらえる方向に持っていくといいんじゃないでしょうか。 ゲームの音楽を作って生活しています。シュルーさん、とに何か好きなゲームの音楽はありますかえっと、ハイドライドっていうゲームを作っている T&E ソフトっていうメーカーが昔あったんですけど、で、T&E ソフトが10周年かなんかの時に作ったカセットテープっていうのがあって、それの曲僕結構好きなんですよ。 その、あの、まあ、ああの、なんかあの、わちゃわちゃとした環境の中から、その、ハイドライドの音が流れるやつとか、あと、ディーバだったかなそこら辺の、あの、シューティングゲームの音とか、もう割とその、あの、ちょっといろんなゲームの音が流れてるんですけど、そこのなんか、あの、構成も含めて、割と好きなので、もし興味があったら、その、T、T&E ソフトの、あの、10周年だったと思うんですけど、それのあの、 あの音源が YouTube で前見つけたんで興味がある人は探してみてください。えー、今177ライブですごく押しているン学理学をしてくれる進学少年というライバーがいるのですが、え、3月16日までにランキング1位になってほしいと思っています。どのような戦略を立ててればよいのかアドバイスをお願いします。有名になってもらって子供の貧困と戦ってくれる人です。応援お願いします。ご、ごめんなさい。あの、その人がどれだけすごいのかが僕全くわからなかったので、 褒めようもわからないし、何をしてる人かもわからないので、あの、それを見た人にアドバイスを聞いた方がいいんじゃないでしょうか。<laughs> えー、ニットコマ戦の大学4年です。もうすぐ卒業なのですが、まだ就職が決まっていません。特にスキルもなく何の仕事もしたいとかも特にありません。就職するにはどうすればいいと思いますかえっと、言われたこと何でもします。僕、全く断りませんってひたすら言ってください。そうすると、あ、こいつ便利じゃんっていう思う会社がいるかもしれないです。 春から通信制の大学に通うのですが、いつか留学したいと思います。おすすめの国と勉強法を知りたいです。まあ、とりあえず英語圏の方が留学先多いので、英語の勉強してトフル受けてみればいいんじゃないでしょうか。 えー、一昨年接客と発達、配達のアドバイトを半年くらいして最高で15万くらい稼ぎました。半年後人間関係トラブルであと2ヶ月で辞めますとマネージャーに言ったんですが、2ヶ月経った後でも慢性的に配達のバイトだけ続けています。最近になってゲームを極めたいと思いましたが、多分ゲームと飲食店の相性悪いかなと思い。思めえ、清掃員の仕事を探しています。何かいいアイドルないでしょうかえ、よくわかんないけど、あの、辞めたいんだったら辞めますって、あの、メールで送るなり、あの、LINE で送るなりしていかなきゃいいんじゃないの で、なんか人間関係も含めてやめたくないのであれば、それは人間関係も含めて、接点を持ってたいってことなのでやめなくていいんじゃないですかえ、外資勤務です。派遣から正社員なり、今度昇格試験を受ける予定です。頑張れって言ってくれたら嬉しいです。頑張ってください。えー、税理士補助の事務をしています。産業35になるので税理士を目指すか悩んでいます。横に広げた方がいいかどう思いますかちなみに、新ママ実家に戻らず、地頭良くないです。 まあ、ずっと事務の補助の仕事をしてるんだったら、税理士受けちゃった方がいんじゃないですか。えー、地方で働く現在、二十九歳、年収六百万のサラリーマンです。最近、中古一戸建て住宅を一千万円以内で購入して、十年くらいで早めにローンを払い終わり、終守りを固めようと考えています。中古物件を買うことや、早めに社会から逃げ切る。わかるにあたり、何かアドバイスをいただけますでしょうか？えっと、その家買ったとしても、食費どうするのっていう問題があるのと。 中古の物件買ったとしても価値が下がり続けるのであれば、結局ただ増税のものに住み続けなきゃいけないっていうマイナスになったりするんですよね。例えば10年後に500万円の価値しかないのであれば、10年後に500万円のマンション買った方が得かもしれないんですよ。なのでそこら辺もちゃんと計算した方がいいんじゃないかなと思います。 24歳無職俳優です。役所工事さんが好きで将来テレビや映画で活躍するのが夢です。最近不と思います。もちろん演技力大事ですが、どれだけ演技力があっても披露する場がないと意味ないので、テレビに出たもん勝ちではないかと。僕は今 YouTube や TikTok で知名度を上げてそこからテレビのオファーを持つという戦略しました。よくさん何かアドバイスあればお願いします。なんかその、 YouTube で役を演じ続ければいいんじゃないですかその金持ち YouTuber を演じ続けるとか、なんかめちゃめちゃモテるっていう YouTuber を演じ続けるとかっていうので、演技をし続けるっていうので、有名になるといいんじゃないでしょうか、えー、たまに不意に死ぬのが怖くて眠れない夜があります。どうするという考えをすれば少し気が落ち着くと思いますかあなた死にますよ。あの、10年後か50年後か80年後かわかんないですけど、 あの、人間必ず死ぬんで、あの人間必ず死ぬっていうのを覚悟しといてください。えー、人生諦めるな頑張れってカメラ目線で本気で言ってください。人生諦めるな頑張れ。えー、高一でバイセクシャルです。男子校でお互いの距離が近すぎて辛いです。一度好きになった子にカミングアウトしたことがあり、すごく優しい子だったのでありがとうは言ってくれて、えー、僕としてはこの時点で奇跡だったのですが、どちらかとなく距離が空いてしまいました。僕はどうやって生きていくべきでしょうか あと普通ですよ。バイセクシャル関係ないっす。あの、ヘテロの人でも、あの、友達に告白して、あの、友達でい,いようって言われる人はいっぱいいます。っていうか超普通です、それ。なので、バイセクシャルがどうこうではなく、単に好意のない人がいい人だったから、あの、恋人ではなく友達でいいよねって言われたよくある話です。なので、バイセクシャルであるとかじゃなくて、単に振られただけなので、普通に生活してください。 えー、アパホテルの宿泊費が安い割に設備やサービスが充実してるのはなぜでしょうかえっと、居抜きでマンション買ったりしてるからです。えー、4月から新入社員になります。配偶族先の関係で彼女とめっちゃ遠距離になります。数年後彼女が住む地域の会社に転職したいんですが、何年ほどで転職するのがいいでしょうか今すぐ。 一年や二年での転職は印象が良くなく、転職活動さんにかなり不利になるとお聞きしました。何年ほどで転職するのが基本なんでしょうか今すぐ。えっと、転職の印象が良くないのは、その、辞めた理由がわからないからなんですけど、地方に転職する場合は、あの、彼女がこっち来たんでって言われたら、あ,あそうなんだ、へーっていうだけで、特に悪い印象にはなりません。 数年前、仲間と会社を立ち上げた新しい企画でニッチな専門的知識を教えるオンライン学習サイトを始めるんですが、水曜対策などが難しく感じています。なるべくコストをかけずにニッチなその時に水曜マーケティング戦略があれば教えてください。競合達者は推しちゃいます。えっと、あの、 サイトのタイトル変えたりとか、サイトの文章を変えたりっていうのを定期的によってやって、その結果どの検索用語やどういう順位になったっていうのは自分でメモをするっていうのをやれば、結果として一番効率が良かったものを選ぶっていうのが SU なので、あの、業者に頼らないで自分でやってみてください。といったところで、あの、2時になったので、今日はこんなところにしたいと思います。はい。なんかバタバタとすいませんでしたね。はい。というわけでお疲れ様でした。ウィーす。